ちょっとぽっちゃりしたね選手がパクって取っちゃうと入って感じですね。その場で言われるんですか。まあチクチク怒られます。おかし食べたなみたいな。とかあのまあ朝ヘッドスタートといって大体5時とかから始まりますけど、食べた選手だけ4時半に呼ばれてとか、無言のプレッシャーみたいなのもたまにあったりとか、トラップですね。自分で考え、自分で管理できる選手を見極めていたというエディヘッドコーチ。チームに必要なことの一つは自主性です。日本では学校で従順であることを学び、それは集団の中では大切なことですが、ラグビーというスポーツではどのポジションも自分で判断を下せるリーダーシップが必要です。また少しでも手抜きしている選手がいるとピンクのビブスを着せた。はい、来たことありますよ何回も、うん、まあその時はもうエディさんにねブチ切れられましたね。なんでお前らが見本にならないんだみたいな、なんでお前らビブスいつまで来てんだって、もうこんなリーダーズグループならもう今すぐ解散させていいからみたいな話があるんですね。目標達成のためなら主力選手も切り捨てる。五郎丸選手最大の危機が直前の合宿中に訪れた。五郎丸選手のプレーがかなりひどく、代表から外そうかと思ったことがありました。それは調子の悪かった紅白戦を終えた夜だった。休日前の打ち上げでチームメイトと酒を飲んで宿舎に戻ってくると、ホテルのドアノブの下に手紙が入ってまして、さらに添えられていた文章は、これは許されることではありません、今すぐ連絡ください、エディよりみたいな。いや待てとすっごいしんどい思いしてきて、まあもちろん僕がパフォーマンス悪かったっていうのはね、まあ自分自身も分かってたんですけど、そしたらもうそこに手紙入ってて、この人はどんだけタイミング悪く俺に手紙送ってくるんだと。一気に酔いの覚めた五郎丸はすぐにエディの携帯に電話を入れるのだが、おかけになった電話は電源が入っていないか電波の届かない場所にあるためかかりません。なんだよ。仕方なく翌朝覚悟をして電話をすると、五郎丸ですけど、ああ明日の夕方でいいよ。結局呼び出されたのは手紙から2日後のお寿司屋さん。まあ僕も気合入れていくわけですよね、まあ大体のこう怒られるシチュエーションとかをイメージしながら。ところが、ほら大学で何勉強しちゃったの。大学でですか。スタンドのエディヘッドコーチは同点にすべくペナルティーゴールを選んだのだ。無線を受けたスタッフがキックティーを持ちグラウンドに走り込もうとする。ところがなぜかスタッフはサイドラインギリギリのところで立ち止まった。その訳は、ピッチはスクラムは選択。そう、キャプテンのリーチはエディ監督の指示に抗いトライを取りに行ったのだ。くそ！さ！多分レシーバーを壊しました。確かにあのプレイの前後をよく見ると一瞬にしてインカムが消えている。その時の様子をスタンドで見ていた荒木さんも、エディさんすっごい顔してて、最低やなお前らみたいな、そんな感じです。俺のことをようこんな場面で裏切ることができるなみたいな、なんてことをしてくれたんだみたいな。さあ歴史が本当に動いてしまう瞬間です。4年前に
歴史を変えると始まったチーム、同点では歴史は変わらない。自分自身もペナルティーゴールを蹴る気は全くなかった。皆が信じていた選択は良かったか悪かったか後で考えればいい。プライドと信念が大事なのだ。まさに主体性が出た瞬間だった。立川長いパス、アマラキ、エリー、マフィー、そしてヘスケス、歴史は動いた。スタジアムが歓声で壊れそうなくらいだった。トライした時、夢の中にいるみたいだった。